総合型選抜で簡単に国公立大学や難関私立大学に入れるわけないじゃん。おかげさまで私の本大変売れておりまして、皆様応援ありがとうございます。まあ、なんせこんなタイトルでございますので、えー、感想を見るとですね、偏差値45なのに大学なんか目指してどうすんのみたいなこと言ってくる人もいますが、まあそういう人はさぞ頭がいいんでしょう。今はこういう時代です。で、もう一点、総合型選抜や 学校推薦型選抜を駆使することで、いわゆる難関、有名とされる大学にも挑戦できますよという話は書いてるんですが、それもですね、まあ、感想をいただきまして、なんかその国公立大学や難関私立大学に総合型選抜で書類と面接と小論だけで簡単に入れるみたいな煽りどうよと、いかがなものかと、そうですね、わかります。でも、昔だったら、そう、それこそ,その親の時代だったら、 点数の競争と偏差値だけで大学受験って全部決まってたんですね。でも今の時代は、まあ、よし悪しはあるけれど、総合型選抜で逆転ができるのは事実ですから、それを受験生や保護者に勧める、そういう手もあるよということ自体は許していただけないものかなと思います。で、じゃあその難関有名大学が簡単に入れるのかっていうのは、まあもちろん僕も簡単じゃないと思います。なので、法政大学を例に挙げましょう。首都圏だと、 とりあえずマーチ。とにかく法制までには入っておきたいという、まあ、ある程度の偏差値の受験生、すごく多いんですね。で、まあ、じゃあ法制大学入りたいと。一般共通テストで入れりゃ恩の字なんですが、現実的には手が届かない人もいるでしょうということで、総合型選抜で法制に入る。その、テストの点数取れないからといって大学のランクを落とすよりは、一か八か総合型選抜で法制入っちゃうぞと。入りやすいのかと。入りやすいのかと言われますと、 ちょっと入りやすいとは思えない。なんでかというと、法政大学の総合型選抜。法政大学は自己推薦入試とか公募推薦入試って言ってるんですが、まあ、ほぼですね、英語外部試験型か、グローバル体験か、国際バカロレアということで、異様にハードルが高い。総合型選抜だから、普通の点数の競争で入れない人が、書類選考と面接と小論で一発逆転なんて、生優しいものではありません。 はっきり言って、これだったら普通に勉強して一般選抜で行った方が優しいわというぐらいの感じでございまして、やってる学部が限られてるんですけど、英語の外部試験でまあ高い成績持ってるとかですね、哲学とか英文とか経営とかではグローバル体験公募推薦ですから、海外でグローバルな体験をしてこないといけない。あとはまあ国際バカロレアですね。で、自己推薦やってるところもありますけど、決してこれもその 簡単に面接だけで入れてくれますなんて名前優しいもんじゃなくて、それぞれの学科が求めるその学問について、高校時代に自己推薦できるだけの相当な体験をしていないといけない。というふうに考えます。ちょっと面白いなと思ったのは、現代福祉のまちづくりチャレンジ自己推薦ですかね。これ、その地方でまちづくりやってる人やってもいいんじゃないかなということで、その法政大学の総合型選抜が簡単かと言われると、はっきり言って、一般よりしんどい。 その突出したものを持ってる高校生は挑戦する会がありますけど、そうじゃない場合はきついよということで、データだけ見ると、総合型選抜でグローバル教養とかキャリアデザインとか国際文化いっぱい入ってるよね、文学部もいっぱい入れるんじゃんみたいな気持ちでいくと、玉砕しますよと、ほとんどの高校生は部活と目の前の5教科しかやってない、地方だと5教科、都会でも3教科、普通に一般で行った方が楽だとすら思います。 例えば、法制目指すとして、この総合型で求められるものが高すぎる。どの辺のランクの大学になっていくと推薦がざるになるのかというのは、まあ意見がそれぞれでしょうが、少なくとも、まあ国公立大学やマーチクラスの総合型選抜は全然簡単ではありません。という感じですね。一般でちゃんと行こうと。いうのは、まあ私なりに、 分かってるつもりでこの本を書いておりますのでいろんなご意見あると思いますが、えー、生優しい目で,です、ねえー、応援していただけるとありがたいなって感じです。